どうも、ふなしゲームズふなしです。今回はシーズン2が、終わろうとしています。残り、5時間4分で、終わるのですが、12月20日ですね。今回ですね、注意、してほしいことについてお話しします。それはですね、こちらのアイコンスワップについてです。アイコンスワップ、終わらしてる人とかね、あとまだどれ取ろうか、迷ってる人もいると思うんですが、アイコンスワップでもらえる今回の、カードっていうのは、真ん中の上にですね、丸1っていうのが書いてあると思います。で、この選手っていうのは今来ているアイコンスワップでしか使えません。このね、第1回のアイコンスワップでしか使えないカードになります。結構ですね、質問、してもらうんですが、その中で今もらっているアイコンスワップ用の、カード、交換する用の、カードっていうのは次のアイコンスワップスに持ち越せますかという質問をいただきます。持ち越せませんので気をつけてください。ですので、例えばね、6枚しか、取れていなくてもう間に合わないという方は、もう、シュマイケルを取るしかないです。で、8枚9枚ってね、欲しい選手、12枚の選手が欲しかったけど間に合わなかったという方は、もうこの辺のね、選手何でもいいので、使える選手というかね、使いたい選手を交換するのがいいと思います。おそらくね、この辺の選手っていうのは思ったより、強くないと思いますが、せっかくね、時間をかけて取ったアイコンスワップスのカードを無駄にしないように、必ず交換しておくようにしてください。で、アプリ、携帯のね、アプリの方でも交換はできますので、今ね、家にいなかったり5時間家に帰らないという方は、アプリで必ず交換するようにしてください。これだけ気をつけてください。そしてですね、本日の何時かな、5時間後だから10、11、12、13、14、2時かな、午前2時に新しくシーズンが始まります。いきなりは多分アイコンスワップスは来ないような気もしますが、来週中にはアイコンスワップ第2弾が始まると思いますので、皆さんまた地獄のこの目標を達成する日をね、皆さん一緒に頑張りましょうということで、今回の動画はこの辺で終わります。もしよければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。改めて言います、アイコンスワップスの第1弾はの、交換する交換用のカードっていうのは、今回しか使えませんので、こちらですね、こちらのカードっていうのは第1弾のアイコンスワップスでしか使えませんので気をつけてください。では次の動画でまた会いましょう。またね。